ブライは打たず。山本周五郎。一。浅ぎ色にくっきり晴れた空だ。春の遅い高周時も三月という日足は争われず、包みにはいたどがたくましく目を抜き、農家の裏畑、岡続きには桃の赤と麦の青が目に鮮やかだ。笹子川の白い河原を低くかすめ飛ぶ赤霊の声ものどかである。 大月の宿を出た回答は、半里ほどすると、つま先上がりに笹子峠一本道。右に整列な流れを見ながら行くこと、三十丁で預かり村へ入る。峠にかかる宿のことで、茶店が三四軒。名物の力持ちや、笹子飴を売っている。十三さん、よいお日寄りだの。おや、これは珍しい。さあ、おかけなすって。ごめんなさいよ。 眉海商人と見える男が一軒の茶店へずいと入る。主人の牢屋は茶を組みながら。毎年八幡屋さんの顔が見えると、もうこれで春も決まったかと思うだが、今年は少し早いようだの。今年はどうやら相場が上値を叩きそうだから、困るうちに敷居打ちをすべえと思ってね。十日ばか早くやってきたのさ。時にじいさん男は声を潜めて、 向こうの茶店、だいぶ親分衆の顔が見えているが、何かあったのかねそのことでごいっすよ。どうや茶を勧めながら。おめえ様も知ってござるべい。宮崎の菓子元で、サルキやショうベイという親分さんがいなすった。え、えろく人徳のある人だそうだね。それがお前様、先月の7日に人手にかかって殺されなすったら。ええ、そいつは初耳だ。 にらさきのさぬきやしょうべいといえば、い在二軍の縄張りを持つ、立派なも元であった。しょうべいは切符もよし、金もきれ、おまけに特いで、古文の面倒をよく見てやったから、百人余りの身内もできて、押しも押されぬ顔役になっていたが、早くから、ヤクザは俺一いきりだ。と言って、一人息子のたろうは、十五の年に、江戸の太どんやへこうに出してしまった。 この小兵と、酒を飲み分けた弟分で、花井のと言われる爆虫討ちがいた。井之助という名だが、鼻が大きいので花井の。広く気の荒い、本性からのお役者仇であったが、おのぶという娘が一人ある。これが親に似ぬ気量よしの上に、気性も優しい出来物で、井之助はこれを小兵のところの半太郎と、末は夫婦にしようと考えてもいたし、 また、小兵衛とも話の暇には、軽い口約束をしてあった。ところが、小兵衛の方では、半太郎が十五になると、ポンと、江戸の太物問屋へ奉公にやってしまった。冗談じゃねえ。猪助は、ひどく景色を悪くした。寒気屋の大事な跡目をどうなさるんだ発車お信ぶを、ハキンドの嫁にするつもりはありませんぜ。そうかい。 俺はまた、ヤクザは俺一代と決めたんだ。仇が嫌なら、諦めてもらおう。と、小兵衛の方は、あっさりしていた。骨の髄までヤクザの水に染まったイノスケ、この挨拶がぐっときたらしい。それからは、さぬきやへ出入りもせず、類を持って集まるあぶれ者を、身内に増やしてことごとに、小兵衛へ盾を突き、挙句の果てには、ヤクザの名残は、腕と腕でこい。とばかり、 大っぴらに縄張り嵐を始めた。しかし、小兵はもともと、ヤクザに嫌気がさしていたところだから、子分たちの騒ぐのを強いて抑え、黙ってイ之助のするままにさせておいた。そんな状態ゆえ、やがてさぬきアの身内にも、小兵の態度に飽きたらぬ者が出てくる。一人かけ、二人去り、この四五年というもの、めっきり頭数が減ってしまった。ところへ持ってきて、今度の事件である。 二月七日の晩、旦那衆の宴会に招かれて小兵は一人で出かけて行った。その席で伊之助と顔が合い、何か二言三言やり合いがあったそうである。その帰り、坂本坂の杉並木のところで惨殺されてしまったのだ。それで下手人は誰だかわからずじまいだと牢屋は息をついた。もっともねえ、噂によると、さぬき屋さんの方では、 イノスケ親分が手にかけたものだと言って、その手帳も押さえてやると意気込んでいるそうなが。へえ、広く紛上しそうな話だの。人はれあるだね。久しく親分衆の出入りを聞かなかっただが、今度はどうやら血の雨が降りそうだ。ご覧なせいまし、あっちの茶店へ来ているのは、サヌキ屋のお見打ち衆でね。今日その江戸へ方向に出ていさしった、ハンタローが帰ってござるので。 ここまで、向かいに出さしったという話だ。おや、そういえば、無こうの皆さんが、道の方へ出てきなさった。それじゃ、息子殿が見えたぞらよ。牢屋と客は、軒先へ出て行った。街道をやってくる若者がある。背丈五尺四寸はあろう。しまった体つきで顔の色白く、眉の濃い目の涼しい、きりりとした男ぶりだ。 旅自宅で左手に傘、両掛けを肩にしてやってくる。これが今、茶店の話に出た、佐ヌキ屋の半太郎である。茶店からバラバラと出てきた。吉蔵、平吉、倉地、丹蔵、九太、又次郎という、佐ヌキ屋身内の頭株をはじめ、住人ばかりの若いのが、ずらりと並んで。えおかえりなせまし。赤親分、おかえりなせいまし。 口々に言いながら頭を下げた。半太郎はそれを見ると、両掛けを肩から下ろして。これは、地図さんはじめ皆さん、わざわざお迎えくだすって、ありがとう存じます。丁寧に会釈をした。そのご会釈では恐れ入ります。どうかお手をお上げください。さぞお疲れでございましょう。峠にかかりますから、しばらくここでお休みくださいませんか。そうさせていただきましょう。サスケ、おごしかけをお払い申せ。 茶店の将棋を払って半太郎を生じる。一度ぐるりと取り巻いてつくばった。吉蔵が地面へ片膝をついて。この度は親分が飛んだことになりまして、お留守を預かった私ら一度、若親分にお合わせ申す面がございません。その詫びは改めてのこと。まず、お悔やみだけ申し上げます。さぞ、お力落としでございましょう。ありがとう。これも、こうなる運命でしょう。半太郎は、 眉も困らせなかった。緑の平吉が握りこぶしで目を引っこすりながら。しかし、親分を手にかけた相手は分かっております。お察しかもしれません。花のす助でござんす。証拠でもございましたが、親分の死骸の上に霊々と乗せてあった卵を入れ、いつも花のが腰から離さぬ品で、そればかりか白し入りのちょうちんまで、これ見逃しに置いてございました。元たしろ。 申し上げます。顎のまた次郎が、ぐいと膝を進めた。その晩旦那衆の宴会で、親分と花井の間に口論がありましたそうで、その説井之助が、縄張りのことでこてましたの。親分が、ひなしがしが、利をはたるようなケチな真似をしてねえで、取るならすっぱりと気持ちよく取れ。ヤクザの縄張りは、腕と腕だ。と、おっしゃったところ、花井の目、にやりと笑って、そうことがわかれば、 好都合だと申したそうでござんす。死骸のそばに証拠の品を残しておいたのも、悔しかったら腕で来いという、果たし上同様のやり方なんで。一度襲って、治り込みをかけようとしたくまでいたしたのですが、若親分を差し置いて勝手な真似はできめ。人たちでも、人たちでも、若親分に恨みをおさせ申さなければというので、今日までお帰りをお待ち申しておりました。 よしぞうがその後をくくるように。あらましは、右のようなわけでござんす。頭数は減ってもさぬきやっか。命を捨てて、若親分のお力になりますから。どうか、一日も早く、親分の恨みを晴らしておくんなせいまし。そうですか。いや、よくわかりました。半太郎は静かにうなずいて、どんなわけで、父が非合の死にあったが、今日までそれだけが気がかりでございました。 しかし、今のお話では、どうやら、ヤクザらしい死に方をした、ということがわかりまして、ほっといたしました。皆さんにも、いろいろご心配をかけて、あいすみません。父になりかわって、お礼を申します。と、とんでもね、そんな。それから、ハンタロウは、吉蔵の慌てるのを制して、わざわざここまでお迎えを受けましたが、私はご覧の通り、仇の飽きんど、あなた方と、 一緒に道中はできません。勝手ながら一人で参りますから。皆さんはどうか別においでくださいまし。と、言うと、お供はできないのでござんすかせっかくですが、お断り申します。それは、またどういうわけでわけは家へ戻ってから申し上げましょう。では皆さん、お先へ、失礼いたします。半太郎はそう言うと、両けに傘を持って、呆れている身内の者には目もくれず、 さっと立ち上がった。近くで、うごいすが鳴いている。二。それから五日目の夜だ。稲垣船岡のさぬき屋の座敷、正寺ふすまを取っ払って、七十人ばかりの身内子分が集まっていた。正面には小兵衛の妻おふさと、並んで半太郎。二人の前には、 頭数だけの小さな放書包みが盛り上げてある。おふさの手首には頭樹があった。吉郎さん、皆さんお揃いですか半太郎が聞いた。え、一度お揃っております。さようですか。皆さんわざわざお集まりくだすってお揃いります。今日は父の十五日でもあり、方々お話し申すことがあっておいでを願いました。どうかお楽になすってくださいまし。 安太郎は、泉を直した。お話と申すのは他でもございません。父の在政中は、皆さんにもいろいろご厄介をかけましたが、六六をためにもならず、あんなことになりまして、皆さんの前にお詫びのいたしようもございません。つきましては、父の死んだのを機会に、佐ぬき一家これで後を絶つことに決めました。皆さん今後のことも、ご相談に乗れるとよろしゅうございますが、ご存知の通り私は、 すっからぎの秋の育ち、都星上のことはとんとわかりません。それで、ここに詐称の蓄えと、家屋敷を売った金がございます。母と談合の上で、頭数に分けてありますから。ちょっとお待ちをお願いします。いや、どうかしまいまでお聞きください。半太郎は静かに制した。四五年来、サヌキ屋も落ち目になっていたそうで、とても十分のことはできません。不足でもありましょうが、 どうかこれで、皆さんご承知の上、ご命名の身を固めていただきたいと存じます。それで、吉蔵が咳き込んで口を挟んだ。それで、我が親分はどうなるんですえ私ですか。私はこれから近くへ小さな棚でも借りて、慣れた太もも商いでもしながら、母の老後を見取るつもりでございます。太もも、太もも商人みんな、幾同音に驚きの声を上げた。 私の帰りが遅れましたのも、実はその容易に暇取りましたので、お棚からお暇をいただいたり、ご主人のお情けで、今後ずっと品物を回していただいたりする手はずを決めて参ったのです。そ、それじゃ名村くった親分の仇は、どうなさるんです花いの、ピンピンしていますぜ。若親分、まさか奴を、生かしておくというんじゃござんすまいね。丹蔵、平吉、九太が、 じれて乗り出した。半太郎は別に急ぎもせず。皆さんはどうおっしゃるか知れませんが、私は父の仇を討とうなどとは思いません。なんで、ござんすってヤクザ徒性は、初めから命をかけているはず。強い者が勝って、弱い者が負ける。ただ、それっきりの世界。人並みの義理や、人情を持ち出すことのできない、いわば人間の道を踏み外した家業でございましょう。 切るも切られるも、元より家業柄のことで、仇の私どもが関わるべきことじゃありません。赤親分。男像が、ずいと膝をすすめた。お前さん、それで悔しくはありませんか親を殺されて、残念だとは思いませんかいそれとこれとは、話が別でございます。半太郎は、きっぱりと答えた。別だとはどう別なんでそれは言えません。そうだろう。 言えながろ。丹蔵が、がらりと態度を変えた。褒メえさんは、臆病風にとっつかれているんだ。男の少年を亡くしているんだ。なんだ、ベラボーめえ。丹蔵、口がすぎるぞ。うっちゃっといてくんねえ、吉兄。に。あんまり人を馬鹿にしやがる。こちとら、命を投げ出して、親分の仇討ちをしようとしているんだ。それをなんで、ヤクザが殺されるのは鍵をからたくそをい。え。 親を殺した塔の野郎が、大手を振ってんのさばり帰るのを見ながらだ、太もの商いをして、用を過ごそうなんて、女の腐ったような育児なしめ。まあ、待て、待てったら丹蔵。またね。こんなふぬけとは知らず、今日まで待っていたのはこっちが苔だ。親分のミア、この丹蔵を一人で、立派にお話申してみらぁな。この人手なしめ。いきなり拳を上げて、半太郎に殴りかかろうとするのを、 待て、丹造、危ねえ。と、二三人で抱きすくめる。話してくれ。ほら、肝もありてしようがねえんだ。話してくれ。まあ、よい。俺に任せろ。と、ようやく表て、担ぐようにして連れ出した。半太郎は、じっと騒ぎの収まるのを待っていたが、やがて静かに顔を上げて。それでは、これで申し上げることは終わりました。おっつけ奉仕で。 寺から人が見えるはずですから。失礼ですが、これでお引き取りを願います。じゃあ、と、吉蔵が言った。どうでも、今おっしゃった通りに、なさるおつもりでござんすか。母も特心の上でございます。何もおっしゃらずに、お引き取りくださいまし。半太郎は、宝書包みをずっと前へ押し合った。というわけだそうですよ。へえ。 あれから二年経って、春立ち返る三月の初め、稲先の宿外れで、茶店の老婆と、これは旅人らしい男との話である。それで、身内の人たちはそれがねえ、初めのうちは、若親分を置いて、自分たちだけで殴り込みをかけ、親分の仇を打つんだと騒いでいたようですがね。当節はみんな、理に里くなっていますから、一人抜け、二人抜け。 中には、イノス親分の酒付きをもらうものもできたりして、とうとうおじゃんになってしまいましたよ。ハンタロさんというのはどうしましたいここを行った次のところへ店を持ちましてに、ね、毎日近在へ、太物のかつき商いに出ていなさいますだが、若いに似合わず、親孝行な良い息子さんでございますよ。そうかねえ、うーん。おや、そういえばそれ。 向こうへ風呂敷包みを背負った人が来ましょうが、あれがその半太郎さんでございますよ。旅人は老婆の指さす方を見合った。半太郎はすっかり日に焼けた木綿物の合わせに小倉の帯、赤まみれの旅を履き、大きな荷を背負って額には汗さえ滲んでいる。茶店の前へかかると、よい日和でございました。と老婆に愛想を言って通り過ぎた。 日が暮れかかっていた。鎌梨川の方から夕萌えが立ち始めて、駒ヶ岳の峰だけがくっきりと斜陽を受けている。半太郎は額の汗を拭きながら黙って縄手道にかかった。宿愛の空き地続き、荒れた畑の一本桃の花が音もなくこぼれている。同祖神の祠のところまで来ると、もし、半太郎さん。 と言いながら、娘が一人、すっと出た。花の井之助の一人娘で、その時二十二。肉好きの良い、目のかわいい、小柄な女だった。あ、おのぶさんですか。お疲れでございましょう。よくごせいが出ますことね。貧乏暇なしですよ。あの。おのぶはつま先を見下ろしながら、自分でパッと顔をあからめた。この間の手紙。 読んでくださいまして。ああ、拝見いたしました。それで。おのぶさん、あの手紙は恋文でしたね。半太郎はたしなめるように言った。これからは、どうかあんなことをしないでください。私はこの通りの貧乏は禁度。親子二人の口を過ごすのがやっとのことで。まだ、嫁を取るのなんのと言っている暇はありません。待ちますわ。待ちますわ、私。 おのぶさん、ハンタローはきっとなった。それは無駄ですよ。いえ、いくら待ってもらっても無駄だと言うんです。私はご存知の通り仇の飽きんあなたは立派な菓子元の娘さん。とても嫁に来ていただくわけにはいきません。知っていますわ。おのぶはもう半分泣いていた。ハンタローさんは、私の父を憎んでいらっしゃるんです。私の父があなたのお父さんを。 お待ちなさい。い,いえ、言います。私の父があんなことをしたという噂。私はそれを聞いて死ぬほどびっくりいたしました。私は本当に父に代わって自害をしてお詫びをしようと思ったんです。でも、死ねなかった。死ねませんでしたわ。幼い頃から心の内に染み込んでいたあなたの面影、それが目にちらついて死ねなかったのです。おのぶさん。 あなたのお口から、ほのぶ、と、一度でも呼んでいただくまでは、私、どんな辛いことも、辛抱して待ちます。五年でも、十年でも、あなたがこうしろと言えば、どんなことでもしてみせます。ねえ、ハンさん。諦めてください。私にはこれだけしか言えません。さようなら。ま、待って。人目についてはお互いの迷惑。これでごめんをこむります。 ハンさん。ハンタロウは荷を揺り上げると、表を背けて、急ぎ足に去っていった。さん。おっかさん、肩でももみましょうか。何いいよ。お前昼の稼ぎで疲れているんだから。まあ、ちょっとお休みな。疲れるほど稼ぎもしません。ちょっと捕まるだけでも捕まりましょう。そうかい。すまないね。晩飯の片付いた後、 貧しい明かりの前に母とこの二人っきり、半太郎は母のせいもあって、そっと肩を撫で始めた。ねえ、半太郎や。おフはしばらくして、息子の気を兼ねるように言い出した。お前は怒るかもしれないが、実は今日もおのぶさんが来たんだよ。おっかさん、その話ならもう、そりゃあねえ、お前の気持ちはよくわかっているんだよ。 だけどあの子のことを考えるとかわいそうでね。親同士があんな間違いを起こしたために、若いお前たちが。おっかさん。半太郎は愛願するように。ご尚だから、そのことは言わないでください。半太郎は仇の飽きんどです。どんなに恋焦がれた相手でも、ヤクザの娘はもらえません。けれど、お前もしや。と、おっさは恐ろしいものに触れるように。もしや今でも。 お父さんの仇などと。はははは。半太郎は軽く笑った。こう言っちゃすみませんが、お父さんの死んだのは、ヤクザ都政の自業受得。ご情報の裏を抜けて、世間の道を踏み外した者同士の切ったったは、仇の者に関わりのないことです。人を殺しても、悪かったと、一度も悔やむことのないようなものは人間じゃありません。人間でない者を相手に、 カタキラカタキラと言ったところで始まりませんからね。そうだとも、こっち。と言いかけたとき、ドシンと激しく裏の雨戸へ人の当たる音がした。なんだろうオフサが驚いて振り返る。途端に雨戸が外れて、抜きみを持った男が飛び込んできた。ハンタロウや。大丈夫です、おっかさん。怯える母親を背にかばったハンタロウ。 誰だと、わめいて立ち上がった。飛び込んできた男は、慌て外れた雨戸を立てながら、うわずった声で引っこく。すまねえが、ちょっとかくまってくんねえ。追われているんだ。いや。半太郎は仰天した。お前さんは、いのすさん。え振り返ったのは、花のいのすだった。さすがに愕然と立ちすくんだが、檻から表へばらばらと、走ってくる人の足音。 イノスは片手をがみに。すまねえ。こことは知らずに飛び込んだんだ。長の紛上ごとで取りまかれ、のっぴきにならねえイノスだ。かくまってくんねえ。頼む。頼む。ハ太郎は、二拍子ほど唇を噛みしめていたが、やがてこくりとうなずいた。ようございます。こっちへおがんなさい。聞いてくれるか。ありがてえ。この難度へ、入っておいでなさい。イノスを難度へ押し入れて、後をしめる。 何があったかという顔で、再び母の背へ向かった。道の足音は一度通り過ぎたが、やがて引き返してくると、どんどんと、激しく表の雨戸を叩く様子。どなたでございますか半太郎は静かに答えた。ちょっとあげてくんねえ。何ぞご用でございますか尋ねてえことがあるんだ。あげてくれ。半太郎は土間へ降りて、一歩身を引きながら。 雨土を細めに開ける。途端に抜き身を下げた土星人風の男が三四人。遠け花三頭勢いで踏み込んできた。乱暴な。どうなさるんだ。うるせえ。立ちふさがる半太郎の鼻先へ、一人が白人を突きつけながらはめいた。今ここへ、花色のやつが逃げ込んできただろう。どこへ隠した下手に可愛い立てをしやがると、うぬもただ置かねえぞ。 お前さんは、どこの誰ですかいハンタローは、びっくりともしなかった。誰だろうと、うぬの宣言は受けねえ。花いのが来たろうと聞いているんだ。返答をしろ。ええ、面倒だ。さ探しをしろ。ふっと踏み込もうとする前へ、ハンタローが、ぐいっと立ちふさがった。ちょっと、お待ちなさい。さ探しをするとおっしゃいましたね。結構です。存分にお探しなさい。だが一言。 聞いて断っておきます。お前さん方も知らぬはずはないでしょうが、ここは二年後に死んだ、さぬきやしょうべいのうちですよ。くっそこにいるのはフクロ。私はしょうべいのこのたろうです。今は仇のあきんどだが、お前さん方にさがしをされて、もしいのすけさんがいなかったら、私は黙っているつもりでも、死んださぬきやしょうべいのうちが黙っちゃいませんぜ。それをご承知の上で、 特進のゆくだけお探しなさいまし。明かりもお貸し申しますよ。男たちは出花をくじかれた。サヌキアの遺族の住まいとは知らなかったらしい。年傘の一人が慌てて抜き身を下ろしながら。こりゃ、悪いことをいたしました。私たちは最上村のごんの身落ちで、とんと不安内な,なもんですから。お騒がせ申しあいすみません。なに、サヌキアさんのオタクと伺っただけで、花犬のいねえことはわかります。 どうかご勘弁くださいまし。お分かりになれば結構ですが、念のためご案内をいたしましょうか。何、その5年には及びません。どうも、とんだお騒がせをいたしました。おふくろ様、よろしくお詫びを。挨拶もそこそこ、みんな外へ出る。はっはやるのどこへずらがりやがったに西を洗ってみろ。口々に、わみきかわしながら立ち去った。あんたろうは、 足音の遠のくのを聞き済まして雨戸を閉ざすと、再び上がって母の背をさすり始めた。そのままおよそんと時もする。やがて何度をそっと開けて、イ之助が出てきた。すまなかった。と、そこへ座るのああ、俺には産みませんよ。弱ったらすぐに、出て行っておくんなさい。今夜何も言わねえ。おふざさん。と、イ之助は嘘を見て。 おかげで命は助かった。おめえから息子んによく礼を言ってくんな。決してこのままにはしねえ。改めて挨拶をするから。それには及びません。じゃあ、今夜はこれでごめんをこむろう。猪助は抜き身を持って立ち上がった。安太郎は黙って見ていたが、猪助の姿が古外へ消えていくと、何を思ったが、いきなり仏壇の前へ行って、 田さん、すみません。避けるように一言。あとはむせび上げつつ、そこへ泣き伏してしまった。その夜から数えて五日目のこと、半太郎が一日の稼ぎを終わって夕食の後片付けをしていると、年寄り役の田添門がやってきて、半太郎とんや、お疲れのところはおすまないが、ちょっと顔を貸してもらえまいか。 何かご用でございますか少しばかり訳があって、稲田へ人が寄っているのだが、どうしてもお主の顔がいることになった。手間は取らせないから、顔出しだけしておくれ。ご丁寧なことでようございます。ご一緒にお供をいたしましょう。じゃあ、案内をするから。母親に後を頼んで、着替えをした半太郎。田左衛門と一緒に家を出た。稲田屋というのは、 街道裏の料理茶屋で、田舎風に商府も抱えているが、格は悪くない店。町役の寄り合いにも使われているくらいで、別に怪しむ気持ちもなく、半太郎は入って行った。構わずおいで、二階だから。どんな顔ぶらでございますかなあに、行きゃわかるよ。と、たざ門が先に立って広い階段を上がる。右手の広間、障子を開けると、 女っ気なしの二十条に、七八人の親分衆が居並んでいた。さあ、お入り。と言われて、半太郎はっとした。これは。年より役がついてるんだ。悪いようにはしないから、ずっとお入り。そうですかでは。と、小腰をかがめて入った半太郎。松座に膝をついてふと見ると、右手にいる井之助の姿を見つけてぎょっとした。半太郎どん。 よく来てくれた。イ之助は手で席を示しながら。さあ、ここがお主の席だ。ずっと進んでくんねえ。これにいらっしゃるのは同業の親分中。お主の知ったお方もあろうが、こちらはなあての安左衛門さん。次が伊予子さん。隣にいなさるのが、甲府の和田屋玄兵衛さん。伊沢の吉兵衛さん。鎌梨の原達さん。倉敷のゴンクロウさん。と、人たり紹介するのを黙って聞いていた半太郎。 イノスの口が切れると、それで、と、青ざめた表をあげた。私をお呼びなさいましたのは、どういう御用でございますか四。その訳は私が話そう。甲府の和田玄がキセルをはたいた。この間の晩、さ崎のと、縄言殿の身内と出入りがあって、すんだに危ないところを、 お主の起点で助かったそうだの。お恥ずかしゅうございます。普段の付き合いどころが悪い因縁のある中で、よくそうしておやなすった。さすがに小兵丼の息子さんだと、聞いた私も口幅ってが、感心申しました。それについて、ニラサのが来て言うのに、小兵丼との間違いは取り返しようもねえ。しかし、今度という今度は、お主の前に、男の頭を下げて、 どんなにでも詫びをする。どうか前のことは、水に流して、勘弁してもらいたいとこう言うのだ。ほい。それで私も稲崎のが、そこまで言うなら、なんとか測ってみようと、こうしてさぬきアに縁のある人たちに集まってもらったのだが、どうだろう、お主の気持ちは。半太郎は答えなかった。和田源はなだめるように続けた。ついでに言っちまうが、稲崎の、 お主に詫びようというには、もう一つ訳があるんだ。それは、おのぶさんのことだ。ちょっと、お待ちなすって。半太郎は、手を挙げて遮った。おのぶさんのことを伺う,う前に、一言伺いたいことがございます。甲府のおじさん、ごめんくださいまし。和田源へ会釈をして、半太郎はぐいと猪助の,の方へ向き直った。猪助親分。 今伺えば、取り返しのつけようがないことだとおっしゃったそうですね。取り返しのつかぬことを、どうわびて、取り返そうというおつもりですか。すまねえ。イノは神戸を垂れた。あの時は気負っていた。サヌキとの口争いに火がついて、つい思い切った間違えをしでかした。この間の晩、お主に命を救われた時、ほら、夢から覚めたような気がした。イノは。 初めて人らしい気持ちになることができたんだ。悪かった。お主の気の済むようにするから。どうか、勘弁してやってくんねえ。悪かった。さぬきやう兵を殺したのは悪かった。こうおっしゃるんですか面目で、この通りだ。イノスケが、そこへ両手を下ろす。途端にハンタロウの左手が伸びて、わだげんの腰のものをひっつかんだ。おじさん、<laughs> 拝借 というと立ち上がりざま。ホトッサの仇、イノスケ、首をもらうぞ。わめきながら、抜き打ちに切りつけた。お、待て、ハンタロ一座が仰天して立ち上がった時は、イノスケ、肩から胸まで切り下げられ、血に染まってそこへ倒れていた。ハンタロ何をする和田玄が、羽がいじめにするのを、ハンタロは、強力に引きずりながら叫んだ。 人を殺しても、悪かったと一度も思わねえような奴は、ヤクザの気風かもしれねえが、人間じゃあない犬畜生だ。犬畜生を、親の仇と狙う私じゃありません。だが、悪いことをしたと後悔して、人なしくなれば、お父さんの仇。今こそ、恨みを晴らさなければなりません。甲府のおじさん、話してください。まあ、待て。俺たちの面を潰す気か。 は、話しておくんなせ。イ之助が苦しそうに叫んだ。今の、今の一言で、今日までのハンタロー殿の苦しい気持ちがよくわかった。私は切られます。これで借りが返さるんだ。イ之助は息をついて、その代わり、ハンタロー殿に頼みがある。どうか、どうかおラブのことを頼みます。 今日まで言わなかったが、あれは私の実の子じゃねえ。死んだ女房の連れっ子。ほらとは、これっぽっちもちのつながりのねえ娘だ。半太郎どんほのぶの行く末を頼みましたぜ。半太郎、ん返事をしてやれ。和田玄が、被告言った。もう断末魔だ。安心させて眠らせてやれ。きっ 聞いてくれるか、ハンタロん。丼。しょう、承知だ。と言ったが、ハンタロは思わず、そこへどうと座り込んだ。猪ノは、あたりを見回して。甲府のはじめ、小一刀。猪ノは、二年後、確かに小兵丼を手にかけた。こ、これは立派な敵討ちだ。小一刀で、狼への、 証人を頼みましたぜ。よし。和田源が確かに低けだ。ありがて、小兵丼の血を、おいらの血で洗ったのだ。これで半太郎丼とおのぶの中も、さっぱりと、清められるだろう。あとは、メイトで、小兵丼に、詫びを言うだけよ。そう言い終わると、伊之助は、 がっくり前へのべって絶足した。窓の外では、よぎりの中に、音もなくほろほろと、桃が散っている。